今年の日テレ大谷。せっかく金払って映像買ったんやからしっかり使わんとな。なんで急に買うようになったんだろう。需要がありすぎるから。アフロの大谷の写真ってなんや。見たことない。試合写真提供してくれるところやな。アフロって写真を報道機関に売る会社があんねん。笑わせんなや。他が大谷の活躍映像付きで流してる中で日テレだけ、写真でさらっとやるだけですわ。去年までなら、ギリなんとかなってたけど WBC 後の注目度増した今だと反感買うだけやからな。むしろ大谷の需要の割に放映権とか数億程度なのに、なんで今まで買わなかったんだろうな。心なしかサッカーネタ減った気がする。放映権買ってなかった時に試合の映像流せないから練習の映像流してたの笑った。静止画だけの構成だからボラギノールとか呼ばれてたのくさ。需要がすごすぎて押し切られたからな。せっかく買ったなら使い倒したろの精神。大して活躍してないしでも毎日ワイドショーで流してるんだから視聴率取れるんやろうな。アフロ大谷とか怒り守る以上にパワーアップしてそう。WBC で全試合 40% 超えると曲も思ってなかったんだろうな。アフロダルビッシュとアフロ田中将大があったから大谷もあると思うわな。アフロの大谷想像したらくさ。さあ大谷だっていうくらい、前からうざいほど押してたやん。ていうかさあエンゼルスの選手のこと気にしすぎじゃね。ハムの選手見とけや。MVP 取った年も全然流してなかったん。もったいね。取り上げてたが、映像権利放棄してたから静止画や練習映像だけだった。そもそも普段のスポーツニュースでも大谷に触れるだけで MLB をあまり取り上げてなかった。日テレは松井秀喜が引退してから MLB の映像権利喪失して更新もしなかったから、大谷出るまで日米野球とイチロー引退ぐらいしか MLB 関連の報道なかったからな。